い、暮らしあれこれ森の中です。遊びに来ていただいてありがとうございます。今回はサムネのタイトル通りミニマルな日常を楽しむゼロ円デーということで、お金を使わずとも穏やかに楽しく暮らそうという日常の様子をお届けしようと思います。12月に入って私が住んでいる九州もぐっと寒くなりました。部屋の中でも1枚多く着て過ごしています。昨年購入した電気毛布、ラブちゃんはこの電気毛布がとてもお気に入りです。朝の掃除が終わったら活動を開始します。この日は前々から気になっていた部屋のカーテンの布を取り替えようと思って、まずはいろいろと家にある布を物色しています。穴が開いているところを見つけました。ハサミで切ってミシン掛けをしていきます。布を買いに行こうかと思ったんですけど、なんとか家にある布で間に合いそうです。こちらの部屋のカーテン、前は子供部屋として使っていました。ちょっと可愛らしすぎる星柄のカーテン、カーテンぐらいは子供らしいものをと思って当時選んだものだと思います。ついでに窓掃除をします。見過ごせないほどの汚れでした。そして先ほど作ったカーテンもどきの布をフックで留めていきます。ちょっと長さが足りませんでした。でもまあいい感じにできたかなと思います。作業に集中しすぎていつの間にかお昼を過ぎていました。午後からはラブちゃんのお散歩に行きました。ここはですね、家から車で10分ほどのところにある公園なんですけれども、多分バブル期の産物だろうと思われる宮殿、城ですね。これがまずすごいです。そしてそしていつ行っても本当に綺麗に整備してあるので気持ちよく散歩ができます。帰ってきたらメルカリに出品していたものが売れていたので発送の準備をします。このアジアンチックなパンツはマッサージの仕事をしていた時に履いていたものです。
捨てることなくまた誰かに使ってもらえるし、いくらかのお金にもなるので、これからもメルカリはどんどん活用していきたいと思います。今日の夜は旦那さんがいないので、娘とラブちゃんと3人です。ぼちぼちと夜ご飯の準備を始めようと思います。ふるさと納税返礼品のホタテを使います。使う分だけ皿に出して自然解凍します。まずは洗い物から。お湯を使う機会が増えてきたので、これから先手荒れがちょっと心配です。冷蔵庫の中を開けて、使い切りたいものはないかチェックします。賞味期限が切れてしまったものと、もうすぐ切れそうな牛乳。前の動画で紹介した干し椎茸、これも使っていきます。しばらく水につけておきます。白菜も使い切りたかったので、今日のメニューは白菜とホタテのクリーム煮に決まりました。牛乳も無事に使い切ることができました。大きなホタテを入れてしばらく煮込んでいきます。ご飯も古いものから使っていきます。野菜を刻んでケチャップご飯を作っていきます。今日は無事に冷蔵庫にあるもので夜ご飯を作ることができました。平日の過ごし方はほぼこんな感じです。なるべくお金を使わないことを意識して過ごしています。とっても平凡ですが、穏やかな日常に感謝して充実した日々を過ごしています。皆様の毎日も穏やかでありますように心から願っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。